はい、こんにちは、まめと申します。夢見草の夜実況プレイ続きからやっていきたいと思います。前回ね、怖すぎてちょっと変なところでやめちゃってごめんなさい。あのね、暗いで急にあれがバーって出てきたら体がめっちゃね、ブワーってね、後ろにのけさせちゃうんですよね。それぐらい怖かったの、マジで。いやー、久しぶりにこんな驚いたということでね、ちょっと探ってきて、ちょっと待って、あいついる、いる、いない、いる、オッケーオッケー、うわ来てる、ちょっと待って、ここに隠れさせてください。ちょっと行くのをね待ちましょうかね。はい、早く行きやがれ。オッケー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 、行きます。あいつね、一匹じゃないっぽいんですよね。何匹もいる、待ち、こっちじゃなかった。あいつが行った方に行かなきゃいけない。そう、あのね、この先にね、ちょっと行けるっぽかったんですよね。いないよね、いないよね、さっきここで鉢合わせたもんね。はい、ということで行きましょう。こっち側まだ見てないのでね、怖い怖い怖い。いや、いつがいつ来るかと思ったら怖いで。はい、次はとですね、はい、ごめんなさい、一回ずつセーブします。はい、またですか。まあ来てるよ。危ない、逃げる、走れ走れ走れ、走って。でもあいつがね、目の前に来たら危ないので歩きます。なんか音めっちゃ聞こえる、音めっちゃ聞こえる。次はラー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 、来てる、歌は友達、ラー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 。いやー、もう怖い、行った。いやー、来てる来てる来てる、早くあっち行け、あっち行け。このね、音がダメなんだよね。耳がこしょこしょする、めっちゃ。いや、近いんだけど、えん、やだ、めっちゃ近いんだけど音が。なんでなんでなんで、いい、でも行くよ、ちょっと待ってね。1234がない。虎を買い調べよ。一番大事な、何回調べるかが分かんない。やばい、ちょっと待って、セーブして。何回調べるんですか。いる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 、ここにもあるよね。あったあったあった、5回、虎を5回ですね。これなんだ、この先裏本堂へつながる扉、開かないですね。ここも鍵がかかってる。こいつの声がめっちゃ近いんだけど、やめて。ちょっと走って逃げよう。いないよね。トラ、ちょっと待って、いないよね。怖すんじゃう。あいつの声めっちゃ近いんだけど。はい、何回だったっけ。1234、よし、あとは走って行きましょう。めっちゃ声近いんだけど、あいつ。逃げる逃げる逃げる逃げろ逃げろ逃げろ、いるし、気づいてない気づいて、バーカ野郎、バイバーイ。はい、オッケー、開いた。さて、裏本堂って一体どんなところだろう。はい、ん、なんじゃ、セーブ。はい、お、鍵があるじゃん。あんなところに鍵が。私の身長じゃちょっと届きそうにないかも。何か台になるようなものもないし、どうしようか。なになに、取ってくれるの。ちょっと、なんか剥がしたよ、大福丸。おお、すごい、大福丸やるじゃない。林道神社玄関の鍵を手に入れた。よしよし、いい子だね。けど、鍵取るときになんだか紙にぶつかっちゃったみたいだよ。ちゃんと周りを見てから動こうね。あ、お札の様子がなんだかおかしい。何？やばい、何か消えた？封印を解いちゃった的な？はい、なんだろう、一つ解いちゃった。なんか封印してたっぽいですね。大丈夫かな、桜の下の幽霊ですか。あ、なんか今揺れたような。震度7どころじゃない。え、び
くりした。大きい地震だったね。大丈夫？宙に浮いてるし大丈夫だよね。この神社古くていつ崩れるかわからないし、余震が心配だな。今のうちに広いところに避難した方がいいかも。鍵も手に入れたし、今ならこの神社から出られるはず。ここらで一番高台になってるところは、あの桜のところかな。はぁ、みんなどこへ行っちゃったんだろう。早く合流したい。ということで、なんじゃ？鍵も手に入れたことですし、あとは化け物に気をつけながら出口を目指しましょう。何もないかな。ということで、あいつらにまた追いかけられながら帰るんですね。はい。走る。誰もが予想してましたよね。もう本当にごめんなさい。走りません。歩きます。逃げられるまでは。こっち側行っても？こっち来る？こっち来ない？こっち来ないなら走っていくよ。バイバーイ。一匹だけだよね。だけじゃないですね。バイバイ、さようなら、まった来週。よし、開いた。こんな変な奴らが徘徊してるところ早く出よう。はぁ、やっと出られた。もう一回入ろうかな。千年桜のところまで行きましょうか。もうここには用がないという書いて、ごめんなちゃーい。ということで、じゃあ行きましょうかね。え、誰かいる。人がいる。おー、ショーター、ポニーテショーターですか。かわゆいです。大興奮で声が出てない。最近さ、すっごい声がすぐさかすれるんですよね。何者だ。私は、この神社に林間学校で一泊二日の旅行に来てる。夢見草、さつきと申します。ごめん、夢見草、いつも噛みそうになる。この子でもさ、なんか今時の格好じゃないよね。そうか、気の毒だったな。己の不運を嘆くがいい。あなたは？悪いことは言わない。死にたくなければ余計なことはするな。余計なことお札剥がしちゃったんですけど。飛んだ？なんだろう、さっきからおかしなことばかり。私疲れてるのかな。待って、初対行かないで。追いかけ、ストーカーしたかったけど、そうはいきません。あ、桜のところに行ったのかな。ということはもうダッシュで。結局、ここは誰もいなかったな。みんなどこへ行ったんだろう。ダッシュで桜のところへ向かいたいと思います。愛するショタがいるならば、一目散にかけてゆく。はい。ここですね。間違いない。ショタいるよね。いたー、違った。着物のお姉さんだった。あ、人がいる。かぐや姫さんみたいな見た目だよね。すみません。あなたもさっきの地震でここに避難してきた方ですか？ニコリンコ。笑顔の敵はな、笑顔は敵意がない証。先ほどはひどい地震でしたね。お怪我はありませんか？私は大丈夫です。ご心配ありがとうございます。そちらはいかがでしょうか？私も大丈夫です。心配いただき、ありがとうございます。とりあえずお互い無事のようでよかったです。少々お尋ねしたいのですが、他に人を見ませんでしたか？いえ、あなた以外は見ておりませんが、いかがされましたか？そうですか。実は学校の行事で近くにある神社まで一泊二日の旅行に来たのですが、どうやらはぐれてしまったようなのです。さっきの地震で、誰か怪我とかしていないといいのですが。あらあら、それは大変ですね。きっとみんなも私を探しているでしょうし、早く合流しないといけないのですが。不確かな情報で申し訳ございませんが、実は先ほど人の声を聞いた気がします。本当ですか？普段人が通らないようなところということもあり、
気のせいかと思っていましたが、もしかしたらあなたの知り合いだったのかもしれませんね。一体どのあたりでしょう。ここから東、右の方に一松神社があります。声はそちらの方から聞こえましたよ。東の方にある一松神社ですね。わかりました。情報感謝します。看板もありますし、きっと迷わずに行けることでしょう。ご親切に本当ありがとうございます。ところで先ほどから気になっていたのですが、その浮遊しているお餅のような犬のような生物は何なのでしょう。あなたにも大福丸が見えるのですね。え、初めて見ましたが、変わった動物ですね。一体何という、何という日でしょう。今日この日まで私以外に子供が見えた人はほとんどいませんでした。それが一日に二人も。すみません。お名前を伺ってもよろしいでしょうか。まずは人に聞く前に自分からですよね。申し遅れましたが、私は夢見草、とうとう噛んだ。夢見草さつきと申します。こっちの白いのは大福丸です。八重さん、ちょっと待って、これは大丈夫？怖い気がするよ。私は八重と申します。八重さんですね。覚えておきます。まさか大福丸が見える人がこんなにいるだなんて、少し感激です。もしかして八重さんも巫女さんだったりするのでしょうか。私が巫女ですか。いえいえ、私はただのしがない村娘にすぎません。巫女じゃない普通の人にも見える人っているんだな。そうでしたか。それはそれでとても嬉しいです。名残惜しいですが、先生たちも心配してると思いますので、もう行きますね。もしよろしければ一つだけお願いしたいことがあるのですが、聞いていただけませんでしょうか。はい、何でしょう。一松神社のどこかに呪符が貼られております。呪符ですか。なんだか恐ろしい響きですね。実は以前までここら一帯は桜の名所として有名でございました。しかしある日、とあるいたずら好きの妖怪が陰陽師のふりをしてやってきて、嫌がらせに桜が咲かなくなる呪いの結界を作ってしまったのです。5枚の呪われた呪符を用いて、この桜を中心に、なんだっけ、なんだったっけ読み方結界が構築されております。林道神社、一松神社、稲荷神社、龍神湖、鏡神社、それぞれのどこかに呪符が貼られているのです。また美しい桜景色を見るためにも、どうか呪符を見つけたら剥がしていただけませんでしょうか。そういうことでしたらお引き受けしましょう。情報をいただいたお礼として、またこの山の人たちのお役に少しでも立てるというのであれば、喜んで剥がさせていただきますお優しいのですね。ありがとうございます。いえいえ、一人ぼっちになっている時に八重さんのような方にお会いできて本当に助かりました。これくらいのことで恩返しできるのならば、喜んでお引き受けしましょう完了。それでは行ってきますね。一松神社は東の方にありますので、くれぐれもよろしくお願いします。八重さんは初めに出てきた人ですよね。月が綺麗ですね。こういう日は願い事が叶うと言い伝えられております。いい人でありますようにということで、一松神社の方に行きたいと思います。いや、ほんと声カスカスでごめんなさい本当にね、最近なんかちょっと待って、おじさんさんの話してたよね。でもあれでは5人のお地蔵さん、1人は池にぼちゃんみたいな感じだったよな。あ、特に話しかけられたりはしないんだ。池の音がするよ。あ、普通に池があったわ、通れない。どういう、
なるほど。ジャンプジャンプジャンプ。はい、ということでじゃあ口語に行きましょう。待って、なんでいるんですか。あの、もう肝試しは終わりましたよ。はい。あ、そっか、人形の神社だから行ってもおかしくはないのか。はい。え、ちょっと待って、ここが市松神社か。おごそかな感じがするところだね。みんなここにいるといいんだけど。なんでしょか。何一体。やだ、入りたくない。でも人がいることが確認できたから入りますか。一応周りも調べて。何もないですね。ということで行きましょう。ゴキブリが出たのかな。私退治できないけど。今の悲鳴中から聞こえたよね。近寄らない方がいいって、それはわかるけど。だけど現在進行中で誰かが危険な目に遭ってるとしたら、助けに行かないわけにはいかないよ。はい。狂気的遊戯。危険度 C3 級に上がってるじゃないですか。いやー、さっきので十分怖かったんだけどな。あの、誰かいませんか？さっきの姫、何があったんですか？返事がない。ただの屍のようだ。じゃない、大丈夫かな。というか学校のみんながいたらきっと今ので反応してくれるよね。それがないってことはここにもいないってことでいいかな。誘い込まれた感じでしょうか。帰りたいけど悲鳴の主も気になるし。あ、そう、今の悲鳴。何かあったに違いない。助けに行かないと。強いなぁ。私だったらもう家に帰って寝るわ。家に帰れないんだった。林間学校だった。めっちゃ人形がいます。お見合いしてるよ、大福丸ちゃんと人形が。不気味な神社ですね。探索しましょう。何かヒントがあればいいのです。間違えた。はい。あーん、来てる。びっくりした。え、仲間になるの。トゥ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 。はい、めっちゃゾロゾロついてきてるんだけど、これに驚いたのかな。はい、動かない人形ちゃんもいるんだ。てん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 ということで、とりあえず悲鳴の主をまず探せばいいのかな。じゃあ今度はちょっとクラピカ法則を無視して左から行きたいと思います。てんてんてんだね。無口な人形ちゃんが多いですね。はい、広いかな。大丈夫かな。あ、なんかある。てんてんてん。私が神隠しに会ってから3日目。なおじゃん、今なおじゃん。神隠しじゃん完全に。今日は神社内の探索をした。人形の視線がすごく気になったが、おそらく気のせいだろう。めっちゃ見られてるね。連なってるよ、列をなしてる。いろいろな部屋が用意されているが、いずれも誰かが生活した気配がない。未使用と見間違えるほど。まさか人形たちのために用意された部屋だとでも言うのだろうか。それにしてもこの建物は外から見た分にはもっと大きかったはず。3階建てだったはずだ。だけど2階への階段が見つからない。探索不足だろうか。じゃあこの人の手記を探しながら2階を見つけていくって感じなのかな。あ、めっちゃいるね。こう、あの、向いたらいなくなるから。もう恥ずかしがり屋さん、ちょっと一瞬見えるということで。うわー、めっちゃ見えてるよ。やめてください。そういうのは、そういうのはダメだって。そういう一瞬、なんか私の顔が画面に映るのはダメだって本当に。人形たちが普通に生活してますよ。いやー怖いよ、超いっぱいいるんだけど。上から攻めていくか、左の上から。はい、一応全員に話しかけるけど、あ、もうめっちゃ熱くて手に汗握ってきましたね。別に怖がってるわけない。にゃー、猫ちゃん出てきて、大福丸ちゃんとお友達になってください。私が神隠しに会って4日目。人形が動いているところを目撃したが、あれは何だったのだろうか。きっと気のせいだったに違いない。そうだ、人形は勝手に動いたりしない。それはともかく、ついに2階階段を見つけた。しかしこの建物を設計した建築士は頭おかしい。あんなところわかるわけないじゃない。修練場の黒い壁だと思っていた部分が抜け道に。修練場
修練場ってなんだろう。まあ探していけばいずれ見つかるでしょう。それにしてもなんかさ、自分でもわかるぐらい声がカスカスになってるのがわかる。はい、また虎の絵がありますね。5回調べると何かあったり、4回だったかな、何もないかな。修練場ってなんだろうね。あ、ここかな。はい、ぽいですね。あった。でもちょっとさ、なんか全部の部屋を一応見て回りたい気が、なんか他に手記があったりしないのかなと思って、ちょっとざーっと見て回ってきますね。いや最近さ、びっくりした、人形、まあ、一応人形だけど、なんかこの子たちとはなんかちょっと違う人形さんがいましたね。そう、最近ね、あのマクドナルドの、あ、なんかある。私が神隠しにあってから2日が経った。龍神子のあいつから命からがら逃げられたのは奇跡だと思う。首がつながっていることに首狩り旅館かな。人形がいっぱいあるのは不気味だが、この神社は比較的安全のように思える。しばらくここを拠点にしようと。あー、これで一応一通り見たことになるのかな。多分見たことになりそうですね。この部屋もなんか見たかな、見た気がしますね。はい、ということで、どうしよう、なんか抜け道通る前で、じゃあ今回はここで終わっときますかね。はい、ということで声もカスカスになってきたところなので、もう本当に最近どうしたのかな、どうしたら喉が長時間喋っても枯れないか教えてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー、ぴょんぴょん。